はい、そんな感じです。色鉛筆ってどのメーカーのものを買えばいいのかわからない方たくさんいると思います。今回は買ってはいけない色鉛筆、初心者の方がこれさえ避ければ大丈夫だろうっていう見極めるポイントを2つ説明していきます。すごく簡単なのでよろしければ参考にしてみてください。はい、わかりやすく説明するためにまず Amazon を開いていきます。で、商品で迷ったら Amazon の売れ筋ランキングを参考にするんですけど、色鉛筆部門見ていきます。で、1位から100位まで、これ実際に売れてるんだろうけど、これから色鉛筆画をちゃんと始めたいのであれば、これ申し訳ないですけど、このランキングっていうのはほぼほぼ当てにならないです。で、皆さんが最初に手にするのがおそらくトンボか三菱の色鉛筆だと思うんですよ。で、1位から6位までトンボと三菱、これってまあ当然じゃ当然なんですけど、トンボ、三菱、クーピーも学童用、つまり幼稚園とか小学校に推奨されてる色鉛筆なので、入学時に親が買ってあげる色鉛筆だから1位から6位までを占めてるんですよね。で、下にスクロールしていって100位まで見て、いろんなメーカーのものがあるから初心者の方は迷うと思うんですよ。で、初心者の方は今使ってるトンボ、三菱よりもグレードを上げたいと思っているので、色がたくさんあった方が細かく塗り分けもできていいだろうって思っちゃうんですよね。はい、絶対に買ってはいけない色鉛筆、見極める一つ目のポイント。たくさん本数があって安いもの。これは買わない方がいいですね。あんまり詳しくね、説明するとあれなんで、モザイクかけていきますね。例えば、50色入って2000円くらいとか、75色で3000円切ってるやつとか、180色で5000円くらいのものもあるんですよ。で、この中でひときわ目につくのが、便利そうな布製のケースに入った色鉛筆のセット、72色で2500円であったり、あと、たくさんある本数と比較しやすいように子供と一緒に写っている色鉛筆のセットとか。これは Amazon の売れ筋ランキングを実際に見てもらえばすぐわかると思います。商品の写真で見栄えが良くて、安くて色もいっぱいあると、これ初見だとね、ちょっと欲しくなるんですよね。うん。でもこういう商品ってわかりやすく言うと、まあ、これからグレードを上げたいのに100均の色鉛筆を買うようなもんなんですよ。うん。だからたくさんあろうが、使えないものは使えないんですね。で、ランキングの中でもいいだろうっていうものは何点かあります。むしろ何点かしかないんですけど、例えばファーバーカステルの赤缶。これはよく使われてるファーバーカステルポリクロモスが緑の缶であるんですけど、赤缶はシャチハタが出してて、ポリクロモスに比べるとかなり安いんですけど、まあこれも悪くはないと思います。で、トンボ鉛筆色辞典ですね。これ実際にレビューしました。これもまあこれでいいと思います。で、三菱のユニカラー100色ですね。これもまあ別にいいと思います。で、プリズマカラーもありますね。これはカリスマカラーの前身なので大丈夫でしょう。で、ファーバーカステルポリクロモスもありますね。これも買って間違いはないと思います。だからトンボとか三菱の色鉛筆からグレードを上げようと思ったら値段はこれくらいするんですよね。50色入って2000円とかってまあダメというか、もうダメダメなんですよね。うん、だからたくさん本数があって安いもの、こういうのは避けた方がいいです。で、ネットで買う場合って本当にメーカーがいろいろあってわからなくなると思うんですけど、画材屋さん、文房具屋さん、最近ならヨドバシとかロフトとかハンズとか行っても色鉛筆売ってると思うんですけど、買わない方がいい色鉛筆見極めるポイント2つ目は、実際に直接お店に行って売ってない色鉛筆はネット通販で買わない方がいい。画材屋さん、文房具屋さんに置いてある色鉛筆っていうのはちゃんとした文具メーカーもしくは画材メーカーが出してるから置いてるんですよね。さっきも言ったたくさん本数があって安いものっていうのは実際画材屋さんとか行っても売ってないんですよ。これなんでかっていうと、文具メーカー、画材メーカーじゃないところが出してる色鉛筆だから置いてないんですよ。イコール粗悪品が多い。うん。逆に、お店に置いてある色鉛筆は、メーカーによって当然差はあるんだけど、どれも一応間違いではない。だからネットで安く買っても安心なんですよね。だからネットで安い商品見つけて、これ大丈夫かなって不安に感じたら、実際に文房具屋さん、お店に行って置いてるかどうか確認するのが分かりやすいと思います。
はい、どのメーカーがいいんですかってよく質問されるんですけど、これ人によって使用感だったり各絵柄が違うのではっきりとはお勧めできないんですよね。で、色鉛筆のレビュー比較動画を何本かアップしてますんで、ぜひ参考にしてみてください。で、高級品使えばうまく描けるわけではないんですけど、まあ、画材ってね、安すぎるものははっきり言ってダメなんですよね。はい、買ってはいけない色鉛筆見極めるポイント、よろしければ参考にしてみてください。そんな感じでした。